わあ、綺麗だね。ほら。見て見て、私のニョッキすごい可愛くない？じゃあ、こんにちは、ローマリココです。今日はね、これからお花見に行ってくるの。え、ローマでもお花見できるのって思うでしょう。あのね、エウルっていう地域に公園があるんだけど、そこにね、ソメイヨシノの桜があるんですよ。で、本当はね、先週からもう開花してて、先週行きたかったんだけど、ちょっと先週行けなかったので、今日行くんだけど、昨日ね、氷とかが降る、結構大荒れの天気で、だからね、ちょっとね、もうお花がもしかしたら散っちゃったかなって心配なんだけど、だから行ってきます。友達とね、テルミニ駅で待ち合わせして、でね、そこから地下鉄で行ってきます。いるかな。地下鉄の B 線に乗っていきます。はい、切符を買う人はここでね。私は定期を持ってるからそのまま入ります。B 線はそんなに下がらなくても大丈夫。 A 線はね、結構下の方まで下がっていくんだけどね。 B 線のラウレンティーナ方面に行きます。エウルパラスポーツっていうところで降りるの。ここで、はい、開いた。ワンコも電車に乗れるよ。地下鉄がやってきた。これに乗ってきます。ハラハラ、あらららららら、ら向こう行かないと電車が終わっちゃった。スリに気をつけないとね。向こうに乗ろう。これがね、地下鉄の様子です。結構空いてきたね。着きました。はい、エールパラスポートっていうところで降ります。向こうが出口だね。出るときは切符はいらないの。こうやって出ればいいの。はい、どっちがいいかな。出口は牛板っていうのが出口です。はい、階段を上がって外に出ます。ここで地下鉄降りて道を渡ると向こうに公園があるの。人工のね、湖があるんだけど、そこでね、ボートに乗れたり。あ、桜が見えてきた。イエーイ。はい、桜です。咲いてた。まだちゃんとついてた。あ、そうね、まあちょっとね、ちょっとしてるけど、でも思ったよりちゃんとついててよかった。これソメイヨシノじゃないのかな、何なんだろう。ごめん、違かったらごめんなさい。でも八重桜じゃない。あのね、ビラボルゲーゼっていう公園にも桜はあるんだけど、八重桜なの。私はこういう桜が見たかったのよ。綺麗だね。はい、これはね、人工の湖なんだけど、ボートにも乗れるようになってます。で、向こうの方にも桜があるの見えるかな、ね、あちらこちらにあるんだ。だんだん暖かくなってきたからお散歩するのもいい感じ。あ、公園になってて、あちらこちらに桜が見えるでしょう。綺麗だね。お花も咲いてる。あの人エクササイズしてるみたい。楽しいんだろうね、きっとね。
すごい、みんなで漕いでる。きれい。すごいたくさんお花がまだついてる。まだ若い桜の木もたくさんね植えてあります。この辺のがもうちょっとねお花が落ちちゃったかな。ほら下にさ花びらがいっぱい落ちてる、うん、匂い嗅いでみて。どう？プーチャー？プーチャーじゃない。うわー綺麗だね。みんなさゴザ引いて日本のお花見みたい。綺麗綺麗。ほら。やっぱりさこういうの見ると落ち着くね。ランチを食べようと思ってで、ね、公園内にあるジョリッティエウルっていうところに来ました。ここさ中心地に あるのはジェラテリアとバールなんだけど、もうねレストランもねやってるみたいで、うん、レストランお昼は1時からですって。だからもうちょっと待って食べようかな、うん、ここはほら甘いものとか置いてあって、反対側はバールになってるのね。で向こうにジェラートが置いてあります。イースターエッグのチョコレートとかも置いてある。コロンバもある。で向こうはバールだからちょっとしたカニーノとかも置いてあります、うん、いい感じね。お昼の後はジェラート食べようかな、うん、デザートにこんなのもいいね。マロングラッセ。うん、ジェラートも美味しそう。私のねここの好きなのはピスタチオ。ピスタチオも美味しいし、フルーツ系はねランポーネって言ってラズベリー、あとパイナップルもまさにパイナップルの味するし、あとはねスイカもねもうまさにスイカ食べてるみたいな味がするの、うん、大体ねフルーツ系食べたら間違いないです。まさにフルーツ食べてるような味なの。すごいですよここのは、うん、おすすめ。日本は新宿にジョリッティできたみたいね。テーブルがね可愛いのよ。こんな鳥かごのような中にキャンドルが入っててさね可愛いよね、うん、結構明るくて窓とか、鏡があってすごく広く感じるしおしゃれだよね。このテーブルの横の窓がカーテンかかってるからさ見えないんだけど、でもほらいい感じでしょ、ね、隙間からね桜が見えます。メニューでーす。私が頼むのはこのニョッキ。ニョッキにタルトゥーフォ、トリュフがこう入ってんだと思うんだけど、それにチーズとノチョーレだから、ウォールナッツの、ソースかな、うん、ちょっとどんなものかわかんないけど食べてみます。今日は日曜日だから結構ね
家族で10人単位とかで食べに来てる人たちが多いの。大きなテーブルをね、みんな予約して来てます。私たち予約してなかったのにテーブル取れてすごいラッキーだわ。見て見て、私のニョッキすごい可愛くない？綺麗だよね。ですごく美味しそう。うわー、まさかこんな素敵なものが出てくるとは思ってませんでした。うわー、食べるの楽しみだわ。うん、すごいよこれ。ミートボール頼んだんだけど、それとズッキーニのフリットね、美味しそうよ。これお友達のね。バナペティート。いただきます。ハンバーグにした方がいいと思う。ね、ハンバーグにした方がいいと思う。美味しい。うん、うまい。農地じゃないわ、農地上だからあれだ、ヘーゼルナッツが砕いてあるんだ上から、うん、でタレチョっていうチーズのソース、うん、でタロトリュフを、トリュフが入ってるっていうけど、トリュフの味はそんなに強くないかな、うん、でもおいしい、うん、満足。今ね、お友達からね、ミートボールもらって食べてみます。おいしい、すごいボリュームあっておいしいね、おいしいね、フリッキも、ニョッキに本当はトリュフが入ってるはずなんだけど、でもなんかふわっとしてませんか、ニョッキ、うん、すごくね、じゃがいもをたくさん、なんて言うんだろう、普通さ、ニョッキでね、ニョッキで私好きなのはあのじゃがいもの味がする、ちゃんとニョッキ、普通あんまり美味しくないニョッキって小麦粉がたくさん入りすぎてる、だからもうもちもちすぎちゃって、でだから私家で作るときはあのじゃがいもと、うちね卵入れないのね、じゃがいもと小麦粉をこう練るんだけど、うまい具合のところで小麦粉を止めとかないと、もうあまりにももちもちしちゃってじゃがいもの味がしないから、そこが難しいね、あんまり入れないと固まらないし、うん、でもねここね、ちゃんとね、ちゃんあのじゃがいものこう食感もあるし、うん、美味しい、すごいふわっとしてて美味しい、でもこれ美味しいですね、こんな食べてさ、今初めて気がついたんだけど、中切ったらさこんな風になってるのよ、だからニョッキの中にタルトゥーフォ、何トリュフが練り込まれてるって、こういうことか、うん、初めてこんなの。うわー、モンブランを頼んでみたよ、それとね、カフェねー、半分に切ってみたよ、美味しそう。カフェはディカフェイナート、カフェインの入ってないのにしました。だってさ、午後これ飲んじゃって寝れなくなるとこもあるからね。あ、後ろの人の誕生日だ、だからね、お店の人がシュークリームがいくつか乗ってるやつにキャンドルをつけて持ってきてくれてます、うん、アウグーリー、はい、これが私のモンブランとコーヒーです。いきます。うん、下がさ、なんて言うんだっけこれ、下メレンゲ、メレンゲ、メレンゲ、そうメレンゲでさ、私昔メレンゲ好きじゃなかったんだけど、大人だって好きになってきた。うん、うん、サクサクカフェ、うん、カフェも美味しい、うん、ニョッキも美味しかったし、デザートも美味しくて今日は最高だね、うん、新しい
新しいお店じゃないけど、ジョリッティはジェラートを食べに来たことは何回もあるけど、レストランで食べるの初めてだったからさ、新しいお店を開拓した感じ。桜も綺麗だしさ、最高だね。今さ、お金払って出ようかなと思ったら、横でね、またお誕生日の人がいたの。その人、おじいさん90歳だって。90歳だけどね、元気よ、うん、なんかさ、そういう人のそばにいるとエネルギーもらって、ね、私たちまで元気になれるよね。ランチ食べ終わりました。ここはね、外のテラス、なかなか素敵よね。緑に囲まれてて素敵なお店です。テルミネ駅に着きました。電車、いろんなのがいる。今日はこの後出かける場所があるから、 A 線に乗ってきます。ローバの中心地に戻ってきました。今日は綺麗な桜も見れたし、美味しいお食事も食べれたし、友達と楽しいお話ができて、とっても楽しい一日でした、ね。まさかローマでこんな綺麗な桜が見れるってみんな知らなかったでしょ。もしね、ローマにこの時期に来られることがあったら、ぜひエールの公園にも行ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ。